喋っていくと、なんかその地震やったけど結構皆さん元気そうでよかったなって思ったりとかして、どうしてるかなってずっと気にはなってたんで、来てくれるとすごい嬉しかったりとかして元気に帰っていかれます。ありがとうございます。穴水町の皆さんへ、パン屋がオープンしています。皆さんがゆっくりできるように、あの机と椅子をたくさん用意しましたので、お気軽に遊びにいらしてください。2度もひどい地震に遭うとはね。なんでこんな目に遭わならばいいなと思う。まだ仕事せっていうことかな、やめるなっていうことかなと。お客さんも一生懸命自分の体験した地震を語りたいんやって、で私らも一緒に喋っとるとあっさりしたわって言って帰るお客さんおるし、これもね、なんか人助けっていうか頑張る元かなと思ったり。すごい地震にあったけど、私たち2人は頑張ってます。みんな一緒に前を向き一歩ずつ進みましょう。これ私の好きな言葉なんで、今を喜んで過ごすこと。